見てワンピース見たじゃない？うん、かわいい、かわいらしいね。でもその愛ちゃんの最初のやつとかさ、やっぱ通常の人とかだとやっぱあれでしょ、うん、ビキニとか着るわけじゃないですか、はい、着ますよ。だからそうなってくると気になるのがアンダーヘアでしょ。アンダーヘア問題よ。やっぱちょっとパンツはみ出てるよみたいな感じぐらいのね、なんかちょっとあれだから、だからそういう時にはですね、うん、いつもこの紹介してる、はい、このしなやかウォッシュ、これはいただきましたよ。これでこれははい、ヘアトリートメントなんです。だからこれで毛が柔らかくなったりとか、うん、こうツンツンしたりとかしないし、うん、あと気になるはみ出してる部分とかはこちらのカッターのやつで使うと、うん、毛先を焼いて切ってるからこう丸くなるからツンツンしない。いや、これいいんですよね。これマジ超いい、これ超いい、うんうんうん、これもう2台、これもう必需品、夏大活躍。いや本当にね、これ絶対いいです。愛用してますって来てるもん。これは本当にそうなのよ。これ超いいのよ。やっぱいいんだ。私今ないんですよ、うん、今ないんですよ。あ、毛は今そうなんですよ。一回脱毛して全部そう永久した。あ、そうです。でも永久って言ってもすぐ生えてくるらしいんですけど。あ、それ永久じゃないじゃんじゃ一回じゃほら生えてこない、生えてくるで、新しい毛用がまたサンサンになるからって言って一回脱毛したんですけど、うん、その前にこれ使ってたんですよ。めっちゃいい、これめっちゃいい。でもほら、でもずっと使っててしなやかになってきてるって書いてくれてる人もいる。うん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 、すごいスッキリしますよ。いいなあ。これ男性もいい。あ、そうそうそう、男性で、ね、ビキニパンツの人とかさ、普通の人でもやっぱ剃るとさ痒くなってくるもんね、うん、生えてくるとさ、うん、でもこれカットしてるのは焼いてるから、まあ、毛先が丸くない。マジこれ押しますよね。これマジ超私こっちも押し、私だってこれ LC さんに一番初めに、うん、会社行った時に、うん、なんか自分からいや、なんかこういう感じのやつあったらいいんですよねっていう風に、なんか下の毛をすいてくれるハサミとかあったらいいよねとかって言ってたら、いやもう実はあるんですよって。しかも私が思ってる以上にこうチクチクしないとか、高性能、うん、高性能で何なのこれと思って欲しいと思ってたのがすでにあったっていうので、もうこれもうぶったまげ商品、ぶったまげ商品マジですか。じゃあ私これ一つ言わせていただきますと、うん、これアンダーヘアのヘアトリートメントじゃないですか、うん、アンダーヘアデリケート、うん、ってことはそれ以上にデリケートな部分って別にないじゃん、うん、ってことはどこでも使えるんじゃないっていう発想。あ、なるほどね、うん、毛の部分でこっちでももしかしたらいいやった。そうなんだ、髪の毛も使えるんだ。ここよりねデリケートのとこないんだから。そうだよね、確かに。こっちの毛でもいいわけでしょ。あ、もみあげに使ってもいいですかって。あ、いいかもしれないよそう、かわいい相談あ、でもこのカットのやつももみあげでもいいんじゃない、こうやって、うん、まあ、まあ、ちょっとまあいいんじゃないかよ確かに確かに、うん、鼻毛はちょっと入らないからちょっとは大きめだったらいいけど、ね、うん、いや入んない入んない入んない。いやでもこれマジでね、女子も男性も問わずに超いい。いやこれは本当にチクチクしなくていいっていうのが一番いいんだよね、うん、あ、これでも香りします。うん、ツルツル。あ、いい ね、またグレープだと思っちゃってるわ。マンダリンオレンジ、マンダリンオレンジ、ラベンダー。もう鼻いかれてんじゃねえの、お前の鼻いかれてんじゃねえの。ベリーが弱いから。そうそう、飲みます、食べます。あ、こう、あ、なんぼするのっていうの、値段とですね、うん、買うところはですね、LC さんのホームページ、上に書いてある LC さんのホームページからチェックしてみてください。うん、男性も使ってる。私、うん、周りの男の友達とか、うん、うちの弟もそうなんですけど、うん、毛が気になるっていうメンズ多いんですよ。いや多いよね、やっぱり。今だって男性で脱毛とか流行ってるんでしょ。この前番組であったら毛が薄い男子、短パン履くために毛を全部剃ったりとか、うん、脱毛したりとか、うん、脱色したりとかするって。うちの弟も毛剃ってますもん、うん、やっぱり気になってるから。